聞いてみよう。区内のアルビオンの交流センターに配備されたドローンです。こちらで調べた限りでは反対派の重要標的の尋問任務を課せられていたようですね。向こうの戦力もこれで少しは削れたはずです。
いいね、前のやつよりずっとマシ。早くデッドセックのなんていうか独特なスタイルになれなきゃね。犯罪状況も我らの友人が調べていたアルビオンの士官がいます。オプティックログをかき集めればさらに情報が手に入るでしょう。気づかなかったろ。
もちろんよ。それは大丈夫だよ。心配ない。さん、周辺のユニットは警報の発動地点に向かえ。誰かが警報を鳴らしたはずよ。捜索するわ。どこかにいるはず。クリア、移動するわ。あまり遠くまで行かないで。エリア捜索中。まだだ。ついさっきまで動いてなかった？手順通りやりましょう。終わり。捜索中止だ。Yeah.
妙ですね。たった今あなたが破壊した物資の積み荷目録によれば、区内の収容施設が宛先となっていますが、聞き覚えのない名称です。何にせよしばらくの間はゴムホースと黒いマスクの在庫不足に陥るでしょう。よし、これでナインエルムズのアルビオンのターゲットは全て片付いた。効果も早速出始めてる。接触してきたやつがいるんだ。バタシーに行けば会える。すぐに向かう。何か分かった？おっと、またしても人という生き物の残忍な一面に向き合うことになりました。この二人はロンドンの通りで不法滞在者を捕らえ、何日もの間暴行を加えて楽しんだ後、国から放逐したのです。適正な手続きをする素振りさえ見せなかったようです。オプティックログからそこまで分かるの？バグリ、すごい。対象らのカメラとメッセージ履歴に相当量の記録が溜まっていました。自分たちが捕まる心配は全くしていないようです。我らの友人に詳細を送りましょうか。うん、バグリー、準備をお願い。Thank you.
Gibbs. どうしろって言うんだ。